状態で全く 話をすることは直接禁止されていて、ロボットがこれから皆さんの話を代弁します。ではそれではデモンストレーションを開始させていただこうと思います。よろしくお願いします。パーティーのように自分でロボコンを持って移動して、また次の人とロボットが代わりにコミュニケーションしてくれるというのを繰り返して、最後にマッチしたい人を3人まで選んで希望者と選ぶというスタイルでやらさせていただきました。でこれが1回のデモンストレーション。